い、ご視聴ありがとうございます。リラック屋の花澤です。今年も残すところあとわずかとなりました。現在12月31日の夜です。おかげさまで、元気に楽しく過ごすことができました。皆様の年はいかがでしたか？で、年末年始飲みすぎ食べすぎになってしまうことがあると思います。苦しい思いをしてしまう飲みすぎ食べすぎのケアをご紹介します。正座で寝る。この正座の状態のまま体を後ろに倒します。で、この時にいきなり倒さないでください。徐々に倒すようにしてください。そうしないと腰を痛めてしまうことがありますので、ゆっくりと様子を見ながら倒してください。このように倒しますと太ももの前側が伸びる感じがあると思います。これが辛いようでしたら片足ずつでも大丈夫です。それとかこの背中側の方にですね、クッションなどを置いて反り返る範囲加減を調整するようにしてください。でこれだけでもこうお腹が食べ過ぎ伸びすぎた時の苦しさなどが楽になってくるんですけれども、さらにプラスアルファとしてこのように万歳をしますとなおお腹側が伸びるのと同時に目の疲れを和らげることができます。胃の経絡を伸ばす、そしてお腹の空間を広く内臓を伸び伸びさせていく気持ちがいいですので、ぜひやってみてください。この正座で寝る時間の目安としては 1,2 分になります。痛みなどがあるようでしたら無理せず中断してください。なおこうお尻とかかとを合わすように座っていただいてもいいですし、こうちょっと横に開いてこうお尻を中に落とすようにして座って寝るというふうにしていただいても大丈夫です。で次は肝臓温めですね。体の右側を上になるように横になります。そして溝落ちより少し右側ですね、こちらに肝臓がありますのでここを温めるようにします。で手が冷たければこのように手をこすって温めるですとかカイロなど使って温かいものをここに当てるようにしてください。これで5分とか10分程度温かくして、食べ過ぎや飲み過ぎ、目の疲れ、過労などに効果があります。全身の疲労感がある時にもおすすめです。お試しください。次は右ねじり。お酒を飲んでいる時にやっていただきたいんですけれども、右肩を下げます。相手の左側に座ってで、右肩を下げます。そしてこの右肩を下げたままの状態で右に体をねじります。これで話を聞くとかお酌をするとかするようにすると肝臓の腫れを防いでアルコールを早く体の外に出しやすくします。排出しやすくなります。なのでこうトイレに行きたくなって全身にアルコールが回る前に尿の排出という形で酔いにくい体を右にねじる、これだけですので覚えておくといいと思います。で最後です。時計回りに腹なで、みぞおちからへそ周辺、胃のむかつき、便秘、二日酔いにも。このみぞおちっていうのはこの肋骨、胸のすぐ下というかアンダーバストの中央ですね。みぞおちからへそ周辺までということなんですけど、寝てる時でもいいですし座ってる時でもいいですし立ってる時でもできます。時計回りっていうのは右から左です。手のひら全体を使って円を描くようにみぞおちからへその周辺をさすってください。
撫でる、さするっていう感じですね。まあ、少しゆっくり優しく撫でてください。便秘の時やお腹が苦しい時、胃のムカつきや二日酔いにも効きます。このように両手、まあ片手でもいいですし両手でもいいですし、とにかくこう指先ではなくて手根の部分ではなく手のひら全体でソフトに撫でるということを意識して行ってください。はい、以上です。ご視聴ありがとうございました。気に入りましたらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。ご意見ご感想ご要望などコメントも随時お待ちしております。2017年お世話になりました。2018年も動画を上げてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。リラックヤも営業を続けてまいります。当店は予約制となっております。受けてみたいと思われた方はリラックヤのご予約ご来店どうぞよろしくお願いいたします。それではまた See you。